クレバが飛べの公式インスタグラムをフォロー解除平野紫耀の新たなプロジェクトへの兆し、芸能界における驚きと期待が入り込んじる瞬間が、しばしば SNS を介して訪れます。平野紫耀、ジャニーズ事務所のキングプリンスへのメンバーで、芸能プロダクション飛べに所属する新進気鋭の若手タレントは、最近その注目を浴びています。 そして、その注目は彼のインスタグラムの一投稿からさらに高まったようです。2023年7月31日、平野耀は自身のインスタグラムアカウントを更新し、1枚の写真を投稿しました。その写真は、カフェでレモネードを楽しむ平野のプライベートな瞬間を捉えたもので、多くのフォロワーが興奮しました。 彼はサングラスに白い T シャツ、ジーンズ、白のスニーカーを身につけており、カジュアルなスタイルが彼の魅力を引き立てていました。しかし、その中でも特に注目されたのは、彼が履いていたスニーカーでした。それは、Go with White というスニーカーブランドと、ラッパー兼音楽プロデューサーのクレバーがコラボした限定品でした。 クレバといえば、キングプリンスへの代表曲である、一番の作詞作曲者として知られており、この共演から平野とクレバの絆が垣間見えました。芸能ライターも、この瞬間に注目し、次の一歩を予測しました。平野は飛べに加入したばかりで、演技なのか、歌なのか、ダンスなのか、今後の活動方針は公にされていない。しかし、 このスニーカーにより、ファンは、クレバが平野に楽曲提供するのではと囁かれているのです。もともと、一番、も、ヒックホップ好きの平野がクレバの大ファンであり、リスペクトしていたため提供が決まった楽曲ですから、ファンは期待に胸を膨らませています。平野だけでなく、戸部所属の第一号タレントである三宅健も、この噂に興味津々のようです。 三宅は、かつて V6 のメンバーとして活動し、その解散時にはクレバが提供した楽曲、クリア、がラストアルバムに収録されました。三宅と平野がクレバとの縁があることから、クレバがトベに楽曲提供する可能性が高まっています。当初はトベの公式インスタグラムアカウントをフォローしていたクレバですが、今はフォローを外しています。 これは情報解禁前に勘つかれるとまずいから、と、あえて外したのではないかとの見方もある。平野が早とちりで匂わせてしまって、クレバが起点を聞かせた可能性がありますね。とべはまだ正式な活動内容が明らかになっていないものの、裏では着実に計画が進行中のようです。 これからの飛べの展開が楽しみで仕方がないファンにとって、平野紫耀とクレバのコラボが実現する可能性は、ますます魅力的に移ります。今後の情報解禁を楽しみに、ファンたちは目を離しません。結論。平野紫耀とクレバのコラボが SNS で匂わせられ、芸能プロダクション飛べの未来についての興味が高まっています。平野のインスタグラム投稿が、 クレバとの関係について多くの質問を呼び起こし、ファンたちは楽曲提供の可能性に期待を寄せています。同様に、戸部の第1号タレントである三宅健も、クレバとの縁を活かすことで新たな展開を迎えるかもしれません。一方、 クレバがトベの公式インスタグラムアカウントをフォロー解除したことから、情報解禁前に勘つかれることを避けるための戦略が見られるかもしれません。トベの今後の活動に対する期待が高まる中、ファンたちは未来の情報解禁を楽しみにしています。